株式会社東北銀行は、岩手県盛岡市に本店を置く、地方銀行。いわゆる戦後地銀。通称は東銀。1950年10月、岩手県内の商工会議所関係者並びに、地元有志が中心となり、戦後地銀の一行として設立される。県外には、宮城県内に5カ所、その他にも青森県八戸市、秋田県カ野市、東京都に店舗がある。 近年は農林漁業の6次産業化やアグリビジネスの支援に注力している。1999年1月、環状系システムを NTT データ総合バンキングシステムであるスター ACE にアウトソーシングした。さらに2012年7月にはスター ACE の後継として開発されたステラキューブへ移行した。 当初は2012年1月の移行を予定するも東日本大震災の影響による店舗運営の安定化や地元復興を優先することを理由に延期された。同行は2007年5月28日より IC キャッシュカードの取り扱いを開始するとともに指静脈方式の生体認証機能を導入した。これにより今後キャッシュカードは原則として IC カードのみが発行される。同カードは、磁気ストライプ併用系を発行するため、デビットカード機能も利用可能となっている。また IC、振込カード機能も搭載され、振込先情報を最大10件まで登録できる。一部の店舗外 ATM では、岩手銀行、または森新などの表示が併記されており、東北銀との共同利用 ATM となっている。 その拠点に限り、岩手銀行、または森岡信用金庫のキャッシュカードは、引き出が無料で利用可能になっているが、ATM 間事業によっては、法人カードが利用できない場合がある。なお、振込手数料については、ATM 間事業の内容が適用される。東北銀行の移動店舗社、東銀キキララ号に描かれた、キキララサンリオのリトルツインスターズを採用しており、 キャラクター通帳や現金封筒などで使用されている。スター ACE は NTT データの感情系パッケージの一つ、スターシリーズの系統である。ありがとうございます。